ジェニファー・カプリアキはアメリカ・ニューヨーク市出身の女子プロテニス選手。パワーテニスを展開するベースラインプレイヤーで強力なフォアハンドストロークを持ち味とする。WTA ツアーで4大大会3勝を含むシングルス14勝、ダブルスで1勝を挙げた。1990年3月14歳の誕生日の2週間前にプロ転校を認められ。 直ちにデビュー戦の大会でいきなり決勝戦に勝ち進んだ。プロ入り3大会目にしてカプリアティは世界ランキング25位に入る。4大大会初出場となった全仏オープンでも14歳2ヶ月でいきなりベスト4進出を果たし、その年に16歳6ヶ月で大会最年少優勝を飾ったモニカセレシュニニから6、2から6で敗れた。 続くウィンブルドンでカプリアティは第12シードに選ばれ14歳3ヶ月で4大大会女子シングルスの最年少シード選手の記録を更新したその後も天才少女ぶりを発揮し1991年に15歳でウィンブルドンと全米オープンの2大会連続でベスト4に進出するウィンブルドンでは前年に大会史上最多優勝記録 九勝を樹立した前年優勝者のマルチナナブラチロアを準々決勝で破り、さらに評価を高めた。1992年のバルセロナゴリンでカプリアティは女子シングルス決勝で第1シードのシテフィグラフを3から6、6から3、6から4で破り、16歳の若さで金メダルを獲得した。しかし、燃え尽き症候群から過ちを犯してしまい、 1993年、全米オープンの1回戦敗退を最後に、長期間テニスから遠ざかる。1994年5月16日に、マリファナ所持容疑で逮捕されたカプリアティは、一時はテニス選手としての再起を危ぶまれた。1996年テニス界に復帰。3年後の1999年頃から、 テニス成績も復調し始め、全仏オープンで6年ぶりの4回戦進出を果たす。同年の全米オープンでも4回戦まで勝ち進んだ、カプリアキは、敗戦後の記者会見で、過去との決別を宣言し、6年間の歳月を経て、燃え尽き症候群から回復した。2000年の全豪オープンでは準々決勝で、杉山愛を破り、初のベスト4に進出する。この時期、 日本人のテニスコーチである中村豊がカプリアティのトレーナーを担当していた。2001年の全豪オープン決勝でマルチナ・ヒンギスを6から4、6から3で破り、少女時代に果たせなかった4大大会初優勝を実現させる。続く全仏オープンでも決勝でベルギーの18歳、キム・クライシュ・テルスを1から6、6から4、12から10で破り、 四大大会にに連続優勝を達成する。2001年10月15日、ヒンギスを抜いて自己最高の世界ランキング1位になった。2002年の全豪オープンではヒンギスにマッチポイント4本を握られながらも、そこから逆転して大会に連覇を飾った。それ以後は、ウィリアムズ姉妹やベルギー勢などの対等もあり、四大大会の優勝から遠ざかっている。 2003年は前年オフの目の手術などの影響で、全豪オープンに初戦敗退を喫し、大会3連覇を逃す。同年の全米オープン準決勝で、ジュスティーヌ・ウェナン・アーデンに敗れた試合のように、惜しい試合展開で4大大会決勝進出を逃すケースが多くなっていた。燃え尽き症候群からの回復後は、少女時代よりも、はるかに強靭なテニスを繰り広げてきた。 2004年全米オープン準決勝では、ロシアのエレーナ・デメンチェワとの対戦で0から6、6から2、6から7で敗れ、最終第3セットのタイブレイクを落とした。この後、カプリアキは、長引く肩の故障のため、2004年11月のアメリカ・フィラデルフィア大会の2回戦で、ベラズ・ズボナレワに敗れた試合を最後に試合から、遠ざかっている。その後、 2005年から2007年までの間に3度型の手術を受けた。カプリアティは2012年に国際テニス連動入りを果たした。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。